今会社から自宅に戻ってきてですね、でこれ今表参道のあのいつも清水湯にサウナ入りに来たんですけど、なんと定休日なので、じゃん、これ今ちょっとチャリで7分渋谷のですね改良湯になんかねリニューアルオープンしたっていう噂なんで、ちょ行ってみようかなみたいな、しょうがないから渋谷まで行きます。よっしゃ、到着。いやー、今ね、サウナ出たところなんですけれど、めっちゃ整った、結構。で、僕ね、今までね、表参道の清水湯がホームだと思ってたんですけれど、でね、この改良湯って3年ぐらい前に1回だけ来たことあるんですよ。であんまりなんかこう いい印象がなくて、その時はねお風呂しか入らなかったんだけれど、そしたらさ、今日初めてまあサウナ入ったんだけど、サウナ入るまでとにかくもう20分ぐらい待つわけですよ。でなんでかっていうと、これですね、国学院の子たちが多分超いっぱいいるので、大学生が要はだからめちゃんこいっぱいいるんですよ。まあ、そんなのが理由ですげえ混み合ってるんだけれど、だからうわすげえ混んでっからやーべえなーって思ってたんですけれど、なんかね僕の友達の話によると、どうやら最近なんかリニューアルされたとか、最近なのかどうなのか分かんないけど、でまあ狭くて混んでんだけれど、まあそれなりにサウナちゃんとしていて、でねすごく良かったのが、整いスペースがすっげーいっぱいあるんですよ、外に外気浴スペースが。だからね、今までホームだと思ってた表参道の清水湯は整いスペースがないの。サウナはねすごくいいんだけど、だね、そこの違いかな、なんか。だからこれからはね、もしかしたら慣れてきたらね、改良湯の方がいいかもしれない。僕のホームサウナちょっと混んでるけどね、なんかね、もう何回かね行ってみたいと思いますよ。いやね、結構良かった。以上です。終わり。